今から叩くのは、大体どうでしょうかね、厚みがどうでしょう、約5ミリ、5ミリ近くありますね。7ミリぐらいありますか。7ミリぐらいあるそのベニヤっていうか、木の板ですよね。それちょっと叩いてみますね。よいしょ。こんな感じです。あ、わかりますかね、これ。ここの部分。この部分へこみましたよね。でこっちの方は特に傷もついてないですね。やっぱり7075アルミって結構強いですよね。いいですかね。これ結構あの結構厚みあるんですよね。だからこの部分をあの例えば素手でへこますとかっていうのは結構難しいんですけども、例えばねこれ7075アルミで叩きますけども、こんな感じです。へこみましたよね。まあ、結構強いですよね。だからどうしてもね、叩いてるうちこの2段目のシャフトっていうのはまあ弱ってしまうんで、まあ、これに関しては、まあ、前回みたいに手でこうやって引き伸ばすですね。でまあこういった感じでやっぱり結構へこみますね。結構強度強いってことですよね。とりあえずまずこれはまず第一段階で以上です。